ウィリアム・デ・ブレーレスによる、ホフニトピネハスホフニトピネハスは、旧約聖書のサムエル期に登場する祭司。ホフニトピネハスは、祭司エ義の二人の息子であり、ハンナの時代の城の神殿における祭司である。彼らは、聖書において、神への備え物の最も上質な部位である死亡を、自分のものとする神殿の使用人と、性的な関係を持つというような、 不正な振る舞いで聖職に従事したために批判されている。彼らはサムエル機上2時12分において横島な人々と記述されている。神は彼らの振る舞いに起こり、彼らの父であるエリの家を呪った。その後、エベン・エゼルの近くで起きたアペクの戦いにおいて、ホフニとピネハスは同じ日に死んだ。また、イスラエルはペリシテ人に破れ、神の箱も奪われた。 そして、この敗北の知らせは、エリの死を導いた。ピネハスの妻が、エリとピネハスの死と神の箱が奪われたことを聞いた際に、陣痛を起こし、子供を産み、その子供に、イカボドと名付けた。また、ヨセフスによると、エリが高齢を理由として、大祭司を辞めたために、彼の息子であるピネハスは大祭司であったという。 サムエル・記の他の箇所によると、ピネハスの息子であるイカボドにはアイトブという兄弟がいた。彼が聖書において、ピネハスの息子としてよりもイカボドの兄弟として言及されていることは、イカボドが聖書によって言及されている。内容以上に重要な人物であったことが、サムエル・記の著者によって示唆されている。タルムードにおいては、ヨナタン・ベンム・ウジエルのように、ホフニとピネハスは、 どちらも悪でなく、彼らに罪を着せる聖書の箇所は、比喩的表現とみなすべきであると主張する者もいれば、ピネハスは無罪であるが、ホフには悪に染まっていたと主張する者もいる。サムエル記上1、3サムエル記上2時17分 -18、サムエル記上4時19分 -22、11一エンサイクロペディア。ありがとうございます。